はい、本日はですね、キャンプ用品のギアを、20点ほど購入したので紹介していきたいなと思います。で、僕はですね、今まだキャンプしたことないんですけども、どんどんギアを集めている状態になりまして、キャンプ知ってる方からしたらギアって言ったら何かわかるかもしれませんが、キャンプ知らない嫁がね、この奥にいてくるんですね。ギアって何のことなんかなと思いながらこっちを見てくれてるんですが、嫁堂さん、声だけでもね、出演今日はお願いします。はい、はい、ではね、こちらに実はね、購入したギアがどっさりあるんですね。で、これに関しては嫁にまだ一切見せてない。何を買ったのか全く知らんけども、このでかい段ボールがずっとあるから何をあるんかなってあくびしながらこっち今見てるんですけど、それをね、今日は1点ずつ紹介していって、これは何のために使うものなんかと推測しながらご紹介していきたいなと思います。ちなみに前回は、先週ぐらいですかね、テントとか購入したんですけど、それに関してはもうちょっと今日は出さないんで、テントとかじゃなくてもうちょっと細々したもの、料理とかに使うようなものをね、ご紹介していこうかなと思いますので、もう早速順番にいきたいなと思います。まず1点目はこちら、ズドン。これは何か分かりますよね。鉄板かしら。鉄板じゃないね、網焼きの網。違う、これはテーブル。テーブルか、うん、よし。こうやってね、ローテーブルがあるんですよ。だから椅子に、低い椅子に座った状態でも作業しやすいように、こちらのローテーブルを購入しました。ちなみに木のテーブルも買おうかどうか今迷ってはいてるんですけど、うん、なんでこれを購入したかというと、木のテーブルって燃える可能性あるやん。けどこれって燃えへんから、どんだけ熱いもん置いても大丈夫。鼻ほじりながら聞いてくれてるけど、その辺は、まあ、見えてないからね、鼻ほじってるんだというふうに思っていただければいいと思うんですけど、まあ、まずこれが一つと。で、じゃあ次これを上から順番に出していこうか、うん、これ何と思いますか。モンベルの袋、うん、そうですよね。モンベルのキャンピングトートって言って、まあ、この中にいろんなもの入れていこうということでね、まあ、こんな感じの、いいね、大きくて、うん、大きさ的には50リットルやったかな。キャンピングトートの M サイズってやつで、 L やったらもうワンサイズ OK。 うん、そんな大きかったな、重たい、うん、持つときたいんだね。入れるのはありがたいけど、ちょうどこれぐらいの大きさがね、一番いいかなと思ってこれにしました。そして次はこちら、ズドン。何でしょうか。包丁。なんでわかるの。いや、わかんない、なんかそんな感じかなと思って。鋭いな。これはスノーピークっていうブランドの包丁なんですね。そんな立派なやつ買ったの。そうや、これ言うとけど、袋は袋で別やから。え、でも包丁ってさ、衛生的な方がいいって絶対言うやろうなと思ったから、袋買っとかな、あれやなと思って。いくで。え、それだと包丁別袋。3、2、1。ほえー、いいじゃん。で、実はこれまな板やねん。こうやって取るやんか、うん、で、こうやってこれがまな板になって、これで料理してくる。どう、これでこう、俺が朝チャーハン作ってるの感じ。得意の千切りしながら。千切りできないじゃん。得意の千切りしながら。逆に汚くない？え？外見だから。だからそう言うと思って袋買ってんねん、これ。そういうことね。絶対うるさくいいこと言うやろうなと思ったから、まあ、これで洗って、使うということになっておりますので、これは前日準備が必要ですね。洗ったりする必要がある。アルコールもかけんなかんね。そうですね。我が家はそういうのいろいろこう、いろいろあるからね。普通キャンプとか行くのってそういうの気にせえへん人が行くんやけども、我が家はそういうの気にしながら行くというスタイルになっておりますので、次に行きたいなと思います。次4点目、こちら。グローブ。お、これ Amazon で評価高かったな。へえ。しかもこれ可愛いのに900円ぐらい、1000以外。安いね。うん。これで巻き割りとかね。最後燃えちゃってもいいね。え？なんて？燃えちゃってもいい。燃えてもいい、燃えてもいい、全然燃えてもいいよ。中はな、なんかこういうウールっぽい感じかな。だから熱いのと思ってたけど、でもこれで持ってもいけんちゃう？まあ本返しね。そして次からは、まあ、この辺は君の好きなゾーンかな。うん、メスティン。この前見たやつだ。何？え、ハンゴーでしょ？ああ、そう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 。まあ。グランピング行った時にあったじゃん。そうそうそう、ハンゴーにもなんだけど、メスティンっていうねんか。で、これメスティンって何っていうと、これでもちろん米も作れるし、お湯沸かす、それ以外に、え、お湯沸かす、お湯沸かすもカップラーメンもここでできたり、カップラーメンっていうか、インスタントラーメンを麺こうパキッて割って作ったりもできるし、ここで例えばなんかこうちょっとした鍋作ったりも、直火でこう焼き焼いたりとかしたりして、まあ、これ全部俺偉そうに語ってるけど、全部 YouTube 情報な。一回見たことないから。で、こうやって折りたためるから。へえ、いいね。これはな、何個あってもいいって言ってはった、キャンパーの人が。良さそう。だからメスティン購入しましたと。そして次がですね、これは絶対キャンパーには必要。あ、ぽいぽいぽい。クッカーっていうね、クッカーのセットって言ってな。
クッカーのセット、これも、まあ、あのスノーピークで購入させていただいたんですけども、クッカーのセットは何かというと、これもめちゃくちゃ便利らしくて、何かと言いますとですね、うわ楽しそう、キャンプっぽい、あ全部ごっからなるんだ、そうマトリョーシカみたいになってんね、うわ楽しそう、だそれこそこれなんかほんま ラーメンやん、ラーメンとかもできるよねこうやってでこうやってフーって食べたりするのもできるし、例えば取り皿とかにもできる、これ取り皿にして、うん、はいって言って渡して、でも全部使い終わったらこの中に入れてくる、うんうん、でそれもお皿になるんだね、そうそうそう、こっちもな、うんうん、こうやって、へえいいじゃんいいじゃん、そうこんなに弱いの飲んだんだろう、そうこうやってこうやったら今ので4つお皿があって、へえすごいね、これクッカーって言ってね、これはもうキャンパーやったら絶対みんな持ってるっしょっていう、うん、私も形から入るキャンパーなので必ずこれいるでしょうということで買いましたね、絶対いるね、袋もついてるんだね、そうですこれですね、うん、私次はこれ、あまたクッカー、クッカーじゃないこれは違うの、これはねシェラカップって言って、何かというとこれ万能らしい、うーん、あメモリもついてるんだ、そうメモリもついてるから米炊く時とかもできるし、うんうん、プラスこれでお皿代わりにするね、うんうん、こういうところにさかけたりとかする、あったねあったね、お店で両方とも映ってないな、伝えねえけど、こうやってねかけたりとかするような感じで、待っていい、また別撮りで撮ってるわ、うん、撮られへんかもしれんけど、でこれを一応、まあ、4つあればね、うん、僕ら2人で絶対行くじゃないですか、うんうん、だからまあこれ2個ずつ、うん、これじゃあ、鍋やるときこれにしましょうかとか、うん、アヒージョのお皿これにしましょうかなんて言って4つ購入させていただきました、だから椅子とかにもこうやってかけたりしてもいいかも、肘のとこにかけてもいいし、もちろんさっき言ったみたいにこうやってこういうスタイルでねかけといてもいいかもしれないね、どう一気にキャンパーっぽくなってきたやろ、なったなった、ここだけでもな、うん、ほんで次がですね、やっぱり朝コーヒー飲むときなんかはさ、ここにさやかん、ここに水入れてさこう沸騰してるわけよ、キューって沸騰してコーヒー、スノーピークのコーヒーにヒューっていってドリップしてくって飲んで、これは後々もう真っ黒黒すけになっていくと思う、まあ、それも味としてね、一ついいかななんて思います、うん、これちなみに 1.3 リットル入るから、これアマゾンで買ってんけどな、評価高かったと思う確か、うん、ほんで次がですね、うん、最初俺らはさバーベキューから入るって言ってたから、うん、あの夜間と同じメーカーのキャプテンなんとかっていうところのトング、ちゃんと家使ったんだ、そうこうやってバーベキューの時にさ使えるから、これヒュッて引いてあげたらもう全然できへんくて、ヒュッて押してあげたらなんとこんなことができるんですね今の時代。キッチン用品でもある。あ、そうね、うん。キャンプ用品だけじゃないよ。そうか。うん、で次はこちら。あらもおしゃれ。コールマンのお箸とかのセット、カトラリーセット一人用やねんけど、これはまあ俺あんまさそういうの別にいらんから、まあ君そういうの大事かなと思って一応君用に購入しました。まあ、お箸もあって、うん、でナイフもあって、うん、スプーンもあってっていう感じでね。カレーの時どうすんのタッカ。カレーの時、うん、もうだからこんなにこインド人スタイルしないな、ワイルドスタイルするよ俺はで、まあ、一応以上が、料理系かな、あともう一個忘れた、こっちですわ、ズダーン、これは絶対いるっしょということでね、ゴミ箱みたいな、これ何入ってると思いますかというと、まあ、君は知ってるもんね、うん、見せたから、うん、まあこんな感じでね、まあ、スパイスをやることができると、でこっちはあのオリーブオイルなんかね、料理男子になると思うのでここ入れてあのオリーブ垂らしていくような感じにしたいなと思います、ここはあのお箸とか入れれるから、これもこのまま入れちゃおうかななんて思ってます、ちょっと待って、サイズどうやろ、ギリギリかな、入らんかもしれない、入らんじゃない、おい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 、まあこんな感じでね入れていったらいいかなと思って、やっぱり形から入るって言った以上ちゃんと形から入っていかないっていうのが一応料理関係かな、そして次にこれですよね、やべえやつや、藤岡弘やん、そうこれでもう何でも使えるから、これでもうスタイルだけはな、うん、キャンパーよ完全に、うん、何やってんのそれは今、薪割ってる、あそれで割るの、うん、でちゃんとここの、うんうん、
なんかボタンっていうかこの、うん、あれを止めたら出てこへんようになったんね。こういう感じで。グッズだけがいっちゃ前にめっちゃあるね。危ないな、これちゃんと止めれてないわ俺が。しっかりなんてグッズだけはすげえ一丁前に全てあるね。全部使うかどうか分かんないのに。しかもな、全部一式多分揃ってて、これデイキャンプはもう完璧に多分揃ってるはずやねんか、うん、やけど泊まりってなったら、うん、あの寝袋がいるから寝袋はまた寝袋で買わなあかんねんけど、うん、まあ一旦正式には揃ってんだけど、ただどれも味ない、全部新品やから、ピッカピカやから、多分キャンバーぐらいで一番ダサいと思うんだけどな、まあ、こんなのがあったりだとか、あとそれ以外にあったら火起こしですよね。もし仮に火起こしするってなった場合はこういう感じでね、え、そんなこうやってね、まあここではやらへんけど、これをこうカッてやったら火花飛び散る、こうカッカッカッてやったら火花飛び散るようなやつがあって、その際にはやっぱり朝の火口っていうね、こういうのを入れておくことによって点火しやすいね。だからもしも用にね、これあの袋開けない状態で湿気が終わりやからでやって、それでついてきたなと思ったらですね、これでこれでフッてやってね、こうやって草ってやれば、まあ、嫁が嫌がるのはそうなんですが、それ以上に火もついてくると。で、火ついてもこれだけじゃちょっと危ないと、まあ、もうちょっと火をやりたいって場合はこういうのもあるんですよね。どんだけ火起こすの。火起こさんとこ火途絶えたらおしまいですから、こっちはもうこうやってね、うん、あ、草でこれで火をともさん、消さんようにしてから、やっぱ火ってやっぱ夫婦もそうやけど消えたら終わりや。そうですね。だからしっかりそういうのはねやろうと思って、一応火起こしは2つ用意します。これはあの簡易的なセットと、これは本格的なやつとね、やってて、でやっぱ薪をね触る時っていうのはこのスタイルでね、薪をこうやって掴むねんけど、普通のやつじゃなくて、これキャンパーがよく使ってる薪のやつやねん か、こういうなんつうの、ここをベースにして、あの美容師みたいな、こうハサミみたいな感じでこっちだけ動かして薪を掴んでいくみたいな、こういうね、上がこうこういう感じでカチカチやってくるんだけど、まあ、これもうスタイルとしてはちゃんとこういう感じよね、うん、でこうやってカチカチやって、こう薪をねやって、この皮膚規模いうときはこれ皮膚規模ピュアッとしちゃう、忙しいなやっていって、それ忙しいね、だからキャンパーって実は嫌だな、なんかで、そんなかっこよさそうにやってるけど、うん、火つかへん可能性だいぶあるやん、うん、そういう時はね、うん、もう着火剤つけない、うん、それが一番いいわこれやったら一瞬でつこうか、着火マンとそれがあったらもう十分よ、これで火つくから、うん、一応形はいるから、もうカッカッカッってやるのだけ動画撮るよ、でそれで3も火ついたようにするんだけど、裏側はこれで火をつけてますよということにしてます。で、なんかな、このなナイフな、アマゾンで買ってんけど、その時にな、これタダでついてきてん、あ、ちっちゃいの、うん、このちっちゃいので、このちっちゃいのはな、うん、なんかあのこれ買った人全員つくわけじゃなくて、うん、ランダムでつきますみたいな、だからコメント見てたら、つかへんかった人は僕つきませんでしたから言っとってんやんか、俺は全然案件でもなんでもないんやけど、うん、なんかついとってん俺は、よかったね、たまたまやっぱ行いがいいんやろな、はあ、日頃のでこんな感じで、ほんまにちっちゃいミニナイフみたいな、まあこういう感じのがありましたと。で最後が何でしょうか、開けちゃったやつか、そうですよね、薪、もうキャンプするんやったらこれが命でしょうということでね、薪を購入させてもらいました。これあの手で触ったら危ないから、トゲとかさせてね、そういう時にやっぱりのキャンパーとしての手袋が生きてきますしね、さっき言ったナイフでねこれ切っていくんだということもできると。そしてやっぱ火を灯して、これでいろいろ薪をガチガチやりながらやると。掴める、これ掴むねん、これでサイズ的にいける、あ、掴めるんだ、うん、掴めるよ、はい、以上がまあキャンパーとしての道具一式でございます。まあこんだけあったら、まあキャンプデイキャンプはできると思う、おそらく、まあ、もしかしたら足りひんのがあるかもしれないんで、まあそれはコメント欄いただければあの参考にさせていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。どうですか、ざっと見た感じ、料理環境はまあちゃんといらんとこあるし、うん、品数作るんやったら足りひんし、いやいや作んないよ、うん、そうやんな、うん、あと鉄板のやつかな、肉焼く鉄板とかはまた近々買おうかななんて思ってる、ジューっていうあの音がいいから、慣れてきたら全然足してったらちょっとなんかのカットでしゃない、うん、しょうがないよ、多分使う、な、宝の持ち腐れみたいになりそうだよ、こんだけあるけど、うん、絶対使いこなされへんねんな、うん、着火もさえあればもう十分だよ、今の火のやつ全然いらない、全然いらない、絶対いらない、
使いこなされへん。絶対使いこなさない。まあでも道具は結構揃ってるぐらいちゃんと、うん、まあいいんじゃない、うん、君のお金だし。まあ前回キャンプ行くって言っててゴールデンウィーク前に行くって言ってたけど結局行かれへんかってな、うんうん、ゴールデンウィーク明けに、まあ、緊急事態宣言が明けたとしたら行きたいなと思いますので、まあ、その時にはねようやくこれが初披露。もう家で眠ってるだけやから今。そうね、うん、キャンプもしたことないのにもったいないからね使っていきたいなと思いますので、うん、まあ、テントなんかも使ってキャンプしたいなと思います。デイキャンプから始めていこうと思いますので、うん、また頑張りましょう。、うん、はい、協力者なので、うん、頑張りましょう。君は作業せんでいいから動画撮ってもらわなあかんから、うん、よろしくね。おでこに GoPro つけとけばいいじゃん。おでこに GoPro してる様子が撮られてるやんけずっと。いいじゃん丁寧で。せっかく映えのために買ってるのに全く映えへんやん。今日いいじゃん、おっさん探検家みたいになるやん。いいじゃん、おでこに GoPro つけて。これ何しろん、隣で飯食ってるだけやろ。うん、ハンモックに入れてようかな。役立たずやないかな。まあそんなこと言うてるんですけどね、まあ、以上が、ギア紹介ということになってました。まあ20点もなかったかもしれんけど、まあ大体20点ぐらいあったかな。10点ぐらいか、コマごま下の1点って数えるならあるんじゃない。まあ20点ぐらいあるか、うん、はい、ということになっておりますので、また近々キャンプ行きたいなと思いますので、そちらでお会いしましょう。では、ここで締めたいなと思います。はい、はい、ではですね、本日は、キャンパーにキャンプに行ったことないキャンパーが、ギア紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。